はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、はい、究極テクニカルバトル剛腕の陣士赤の司令編ですね。こちらを攻略していきたいと思います。パーティーとステータスはご覧の通りです。ではリリティ見ていきましょう。まずはリーダー村リオですね。体力 ATK フルブースト、点数ファイアボームをつけています。続いて時計ですね、ムーブブーストラッシュ特技属性をつけています。そして、トタロかけたらですね、ブースト&カウンター無効とイエスアイアムカバウをつけています。リンクスキルは、辻アイアをつけてますね。そしてフレンドは無駄手をですね答えてます。では参ります。フレンドの無駄手もね、カバウがついているのでダブルカバウでなんとかしていこうという感じです。はい、まずは、特異特性をつけるためにさっといきましょう。そして、ジョナサンを倒していきましょう。続いて怖いのがね、カウンターですね。無効にはなっていないのできっちりと倒せる。はい、では倒しておきましょう。ゲージは溜めなくていいか、大丈夫ですね。はい、じゃあ続いてですね、続いての次です。さあ行きましょう。ここはねもうきっちりと倒していくだけでいいです。でしょう。はい、第1ラウンドクリア。そして第2ラウンドですね。第2ラウンドはこうやってばらまかれますので、ファイヤーボールで消しておいて、ゲージも貯めておきます。さあ、そろそろカルカスが倒れてしまいましたね。ではブラフォードを倒していきましょう。さあ、ここでねゲージを取られるので亀を早速倒していきましょう。そしてアダムスも倒しちゃいましょう。ちょっとね、ゲージ環境で少し走ります。ゲージが気になる感じなのでなるべく取っていきましょう。あ、ちょうどいいところに踏んでございましたね。ゲージがちょうどいいところに行ったので取っていきましょう。はい、第2ラウンドクリア。そして第3ラウンドですね。第3ラウンドアイテムばらまかれます。アイテムばらまかれるのでファイヤーボールで処理していきましょう。そして、なるべく当たらないようにしておきましょう。怖いですね、ちょっとキャプテンが怖い位置にいた。も倒せました。これで安心できますね。ケニー G を倒しておいて、ちょっと変な感じですね。さあマニッシュボーイを倒しましょう。少し走っておこうと思ったらこんな感じですね。さあ問題の場所がやってまいりました。まずはファイアムフでアイテム処理しておきます。続いて、接触が怖いので接触の方を倒しておきます。余計なことはしないです。続いても、接触の方が怖いので
接触だけ倒します。接触じゃないですね、そしてですね、続いては兄貴だけ倒しましょう。兄貴だけ倒しましょう。うん、兄貴倒せました。さあ、そしてあっと、ここではない。はい、気を取り直していきましょう。かなりビビっております。もう大丈夫ですね、これで大丈夫です。はい、なんとか3ラウンドクリアですね。そして最終ラウンド、第4ラウンドです。まずはゲージが、取られるので、すぐにね、ジョナス、ジョセフを倒しておきましょう。そしてディオを倒しておきます。こうなるともう安心ですね。もう好きなようにちょっと走っておきます。ゲージが欲しいのでね、なるべくゲージを貯めておきましょう。本当に貯めておきます。そして倒す位置ですね、ジェナさんを倒す位置も気をつけておきましょう。ん、ここではない。ここで、十分ですね。万が一ね、アンジェロがやってくるとこういうことになるので、しっかりと止めておきましょう。でですね、ここは苦痛がね怖いのでね、なるべく先に苦痛持ちを倒しておきましょう。おっと、接触で怖いところだった。ギリギリです。ああ、危なかった。さあ、最後ですね。ここはもうね、確実に倒せる方から倒していきましょう。いやー、かなりぐだってしまいましたが、無事クリアすることができました。はい、ありがとうございます。クリアいたしました。これはね、時計でやってましたけども、やっぱりポイントは3ラウンドのね、慶長のカウンターと死亡時カウンターと自爆ですね。これをうまくどう乗り越えるか、あと最終ラウンド4ラウンドのね、アンジェロの痛い攻撃がですね、遠距離攻撃が、うまくかわせられるかにかかっております。無事クリアすることができました。よかったです。最後までね、動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。続いては、他の移動を攻略していきたいと思います。ではラストバタイ。